名古屋ダイヤモンドドルフィンズのモーリス・ウンドブ選手、もともとね、はい、アスレチックなプレーヤーが、はいはいはい、はい、おかえんなさいですよね、はい、岡山学芸館に、留学生、はい、セネガルからやってきて、うん、日本で3年間過ごしてアメリカの大学に、はい、アメリカの大学行ってもまたその中でトランスファーして、はい、レベルの高い大学に行って、うん、すごい、まあ、NBA 選手になりたいということで、うん、アメリカに渡ったんですが、うん、まあ、そこでドラフトはされなかったんですけども、うん、まあ、サマーリーグでニューヨークニックスにプレーしたりとか、うん、まあ、その後ヨーロッパ行くんですが、はい、また戻っていて、ここまたニックスと契約して、うん、NBA 選手、日本に来た留学生で初めて NBA 選手になった。うわー、そうか、それすごい。プレーはすごい派手なんですけど、はい、スマートという表現がいいのかな、うん、で、日本語も話せる、日本語だけじゃないんですよ、これ、あら、5カ国語